皆さん、こんにちは。講師の宇野良一です国立国会図書館から人事交流で宮城に来ています。令和3年度宮城県民大学で宮城県図書館が実施する講座は、図書館の今と未来というものです。その一つとして、この講義では、図書館とゲームについて 考えていきます図書館とゲームというとあまり結びつかないようにも思えますが実は海外では長い伝統がありますそして日本でも活用する図書館が増えてきているのでここから一緒に考えていきましょう構成は以下のようになっています。はじめに宮城県や 岩手県の例を見て、それからユーロゲームという図書館で活用されることの多いボードゲームの種類について特徴を学びます。その先が本番といえば本番、どうして図書館でゲームをするのかなという項目です。その上で、実際の事例や、 ユーロゲーム以外のゲームについても見ていきましょう。終わりにに至る時には図書館とゲームは結びつくのだろうか意外と結びつくのかなと思うようになっているかもしれません。というわけでまず宮城県の松山や 岩手県のくじでゲームと図書館が結びついている事例について見てみましょう松山高等学校というのは愛媛ではなく宮城県の大崎市にある高校ですそこの学校図書館で学校師匠の人と生徒さんが集まりボードゲームやお茶会をしている という記事を見つけましたもちろんゲーム以外にもさまざまな取り組みをしているようですがともあれ学校の図書館でみんなでゲームをしようというのは興味深い取り組みです。しかもそれは囲碁や将棋といったよく知られているゲームではなく「変えたい焼き」とか「はあっていうゲーム」とかちょっと面白いタイトルのものです。 例えば、はーっていうゲームは、はー、あ、わかりました、というはー、あ、はー、あ、わかりません、というはー、あ、アニメで気をためる、はー、あ、などを表情だけで表現し分けてわかってもらおうというパーティーゲームのようなものです。もちろん、はー、あ、以外にもいろいろな語彙があります。お茶会の場でわいわいとするには、とても適したチョイスであることがうかがえます。 生徒さんの言葉に「ボードゲームは一人ではできない」というものがありました。図書館の仕事は資料とと人を結びつけることですゲームという資料と何人もの人を結びつけ遊ぶ場を設けるというのは案外図書館らしいことであると言えるのではないでしょうか。こちらは宮城県のお隣。 岩手県にある久慈市の事例です。まあお隣岩手県といっても広く久慈市はだいぶ北の方ですがそれはさておき久慈市に行った時図書館のエレベーターに「ボードゲームの貸し出しを始めます」というポスターが貼ってあるのを見かけました。ボーードゲームとは卓上で コマやカードなどを使って遊ぶゲームのことだそうです先ほどのハーっていうゲームも語彙の書いてあるカードを使うのでボードゲームであると言えますそうしたゲームを本や CD を貸し出すように図書館で貸し出しを始めたということがわかります図書館はお金のある人でもない人でも本に接することができるように 本や雑誌や CD、DVD など資料を無料で利用できるようにする機関ですそれと同じように多くの人がゲームにも触れられるようにしていると考えられますちょっと図書館の例とは外れますが被災時に避難所で長い時間を過ごす際などにも電源を必要としないこうしたゲームは 有益であると言われています2018年の NHK でこのようにトランプやボードゲームが癒しであったと書かれていますそれよりずっと前2011年に私が東北の仮設住宅でボランティアをしていた時にもボードゲームを持って行き子供から大人まで遊んでいました というわけで、宮城県の松山高校や岩手県で、どうも図書館とゲームが結びついているようだということがわかりました。これ以外にも、東北だけでも様々な図書館の事例があります。が、これらはあくまで個別の事例です。一般的に言って、どういう理由で図書館とゲームが結びつくのか、 それともあまり結びつかかないのかこれからさらに考えていきましょう各章の終わりにはコラムを入れます。ボーードゲームといいうとと人生ゲームみたいなものですかと言われることがあります。確かに人生ゲームもゲーム版つまりボードの上を進んでいくのでボードゲームである。 と言えます江戸での出世とか欧州各地の旅行とか人生の場面をモチーフにしたすごろくは世界各地にあります。基本的にサイコロを振って駒を進め運だけで勝負が決するのでこれから見ていく図書館のゲームとはちょっと違いますがゲームの歴史において重要な一つであることは確かです。 スゴロクの才能目を三代ままならないものの一つに掲げた法王もいたように長い歴史があります国立国会図書館の本の万華経という電子展示会では紙の上の旅人風俗というタイトルで江戸のスゴロクを特集した回もあります それでは第2章では図書館とゲームといった時に用いられることの多い現代のボードゲームについて少し知識をつけましょう。ゲームといってもどんなゲームが図書館にあるのかどういう理由で図書館に適していると考えられるのかということです。はじめにで松山高校の例を見ました。 学校図書館で遊ばれているゲームとして、変えたい焼きとか、ハあっていうゲームという名前が挙がっていました。ハあっていうゲームは少し説明しましたが、何にしても人生ゲームのようにサイコロというかルーレットの目に従い、運を中心に進んでいくゲームとはどうも違うようでした。 またお茶会で遊んでいるということは比較的短い時間で終わり何人もが参加できるのではないかなということも想像できます。1対1で2時間かかるゲームだと奥深いとは思いますがお茶会であろうという気にはあまりならないでしょう。このように運だけでなく技術の要素があり比較的短時間で決着する 何人もが遊べるゲームのことをユーロゲームと言います現代ヨーロッパを中心に遊ばれているためですより絞り込んでドイツゲームとか新しさに注目して現代ゲームとも呼びますとりあえずここではユーロゲームと呼ぶことにしましょうスゴロクや囲碁将棋などいろいろなものがあるボードゲームのうちの 一つのジャンルですユーロゲームの特徴としてはさっきのスライドでも見たように多人数で遊べることお茶会に初参加する生徒さんでも遊べるようにルールが覚えやすいこと1ゲームが短めで再挑戦したり 別のゲームを遊んだりできること技術も大切ですが運の要素もあって強い人が絶対に勝つとは限らないので盛り上がることまあこれは例えば囲碁や将棋だとサイコロを振ったり山札を引いたりはしないので運の要素はない私は藤井聡太さんに絶対勝てないということと比較できます。それから 多人数で遊べる上に途中で誰かが脱落してしまって楽しめないという問題が少ないことなどが挙げられますその特徴を生かしてこのようにたくさんの人が遊んでいるわけですまたユーロゲームを作る人の視点から見るとさっきの買えたい焼きや はーっていうゲームのようにいろいろなものがありそれぞれ独自のパッケージであるという特徴があります。トランプではポーカーから大富豪までいろいろな遊び方ができますがトランプそのものは1セットあれば十分ということとは違います。それによってユーロゲームでは作る人の個性が出せ いろいろなシチュエーションを再現できます無人島を開拓したり美味しい食事を求めるハゲタカになったりです現代ゲームとも言うように1990年頃から広まったと言われていますそれ以前にも前のスライドで見たような特徴を持つゲームはありましたが広く知られるようになり多くの作者が現れてきたのは この頃からと言えるでしょう21世紀の現在では日本で遊んでいる人そして日本からゲームを発信する人も多くいますその意味ではユーロゲームといっても現在ではヨーロッパという地理的意味ではなく多人数で遊べるなど特徴の面から理解しておいた方が良いでしょう一方 ボードゲームであり電源は必要としないがユーロゲームではないという種類を見ることでさらにユーロゲームの特徴がつかみやすくなるかもしれません。ということでまずはトランプをちょょっと見てみましょう日本語でトランプというとダイヤハートクラブスペードの合計52枚あとジョーカーがあったりなかったりのカード1セットを指します。 ですのでトランプを使ってポーカー、ハーツ、大富豪、ナポレオン、ソリティア、ババ抜きなどいろいろな種類の遊び方ができます確かにユーロゲームのように多人数で遊べますしあまり1ゲームの時間もかからない遊び方が多いでしょうただ同じカードでいろいろな遊び方ができるということは逆から見ると ゲームごとのイラストとか特殊なルールのあるカードとかは導入できないということになります確かにトランプ1セットは便利ですがユーロゲームはより作者の個性が出せると言えますまた著作権法的に言うとアイデアそのものは著作権で保護されないのでトランプの新しい遊び方を思いついてもそれだけでは ゲーム作者として一旗あげることは難しい。独自のパッケージがあるユーロゲームとは違うと言えます。ちなみにトランプは、こんな髪型の人がどこかにいましたが、その人も俺はアメリカの切り札だと言っていたように、切り札の意味だそうです。日本語で言うトランプ、カード52枚の1セットはプレイングカードというのが一般的なようです。 また、ボードゲームの重要な一種だけれど、ユーロゲームとは見なされないものに、いわゆる伝統ゲームというカテゴリーがあります。私はアフリカのタンザニアで、バオやドラフツといったゲームを遊びましたが、バオは広くアフリカで、ドラフツは世界各地で遊ばれ、世界大会などもあるように、 いろいろな民族の人たちが面白いゲームを作り出してきました。囲碁や将棋、チェスなど、それぞれ奥深いものです。ただこれらは通常、1対1で行い、プレイ時間も長いので、ユーロゲームのように多人数で遊べて短いというものとは少し違います。非常に奥深く、面白いですが、 パッと教えてもらって新しいゲームに挑戦するとはなかなかいきません私もバオはまだまだ初心者でなかなか勝てませんあとトランプとは違い例えばチェスは王や女王バオは豆をまくというようにそれぞれ違ったパッケージとルールはありますただ伝統ゲームというぐらいで誰が作ったかは基本的にわからず 著作権で保護されるというものではありませんユーロゲームは現代ゲームとも呼ばれ1990年頃から広まったと言いましたただその時も述べたように歴史を見るともっと前からユーロゲームに近い特徴を持った先行的な例はあります例えば皆さんも名前くらい聞いたことがあると思いますが 資産を集めるモノポリーとか、列強諸国になって外交をするディプロマシーとかです。こうしたゲームは、ユーロゲーム同様に多人数で遊べ、それぞれ独自のパッケージを持っています。作者の名前もわかっています。ちょっと長いことが多いとはいえ、 遊び方によるとも言えますただ現代ユーロゲームと比較した場合には途中で脱落すすることとが多いい言われていますモノポリーは独占という名前の通り他人を破産させるリプロマシーは現代ではなく昔の国の考え方なので他国を滅亡させることも躊躇しないなどです。 人狼ゲームでも食べらられたら脱落ししててその後暇になっままいます多人数独自のパッケージといった特徴はユーロゲームにも参考にされたと思われますが全員が最後まで楽しめるかという部分がやや違うと言えるでしょう。というわけで他のカテゴリーとも比較したところで改めて ユーロゲームについてまとめてみましょう。多人数で遊べる。すぐに遊べる。途中脱落があまりない。といった性質により、コミュニケーションのためのゲームという性質が強いと言えます。図書館で、かはともかく、 イベントの素材としては1対1の伝統ゲームなどより向いているかもしれないなと思うのではないでしょうかまたいろいろなパッケージがあるということは本などと同じく何種類か図書館で所蔵すると良いかもしれないとも考えられます例によってショーの終わりにはコラムがあります ウォーゲームというと何やら物騒ですがチェスが王や騎士がいて戦争の再現であったところからより細かいルールを使って戦いのシミュレーションをしたことが由来のゲームです。確かに軍隊の訓練が元ではありますが SF 作家ウェルズの書いた「リトル・ウォーズ」というルールなど早くから民間でも遊ばれることがありました。 動かす駒の単位も一部隊から一人一人になって力の強さや足の速さなど個性が出てくるようになった。というと何かを連想しないでしょうかそう、現在はゲーム機で遊ぶことが多いロールプレイングゲームもこのウォーゲームから生まれたものです。動かす駒に個性が出てきて 得意なことや性格付けがなされてきたら RPG に繋がるということですこのあたりは私が国立国会図書館の本の森を歩くという特集で書いた机の上の戦争近代日本のウォーゲームという記事も参考になると思いますタイトルで検索するほかスライドを pdf にしたものからは リンクで飛ぶことができますので興味のある方はどうぞさて第三章では二章で見たような特徴のあるユーロゲームを中心になぜ図書館でゲームを遊んだり所蔵したりするのかについて考えてみましょう図書館とゲームあまり結びつかない言葉にも思えますが 意外にもも関係がが深いことが理解できるかもしれません図書館法という法律で図書館とは図書記録その他必要な資料を収集し整理し保存して一般講習の利用に教師その教養調査研究 レクリエーション等に資すすするることととを目的とする施設と定義されています図書館というだけに図書、本が最初に来るわけですが、それだけではなく、必要な資料とされています。現代の図書館にあるのは、雑誌や新聞、CD や DVD など視聴覚資料、展示や録音資料のような、 障害者サービス資料までで多様です図書館学ではこうしたいろいろな種類のものをまとめて資料と呼びますまた新聞記事とか百科事典法令などのデータベースを契約して利用者が使えるようにしている図書館もありますそう考えればゲームが「必要な資料」であれば所蔵することは ありななのではいいかと思います一方で場所も予算も無限ではありませんから本でも DVD でもゲームでも同様にですが何ででも揃えることはできません図書館に必要かどうか判断する必要があります。というわけで図書館の目的にゲームが必要なものかどうかもう少し考えてみましょう。 図書館法で図書館はいろいろな資料を利用に供することで教養調査研究レクリエーション等に資することを目的とする施設だよと述べられていましたまずゲームがレクリエーションに資する、まあ、お役所言葉ですけど役に立つことはすぐ納得できますゲーム楽しいですよねその中でもユーロゲームは他人数で遊べる 一ゲームが短く何度も挑戦できるなどの理由でコミュニケーションに向いているのでした図書館では娯楽のための小説や DVD を所蔵したり朗読会や上映会を行ってみんなで楽しんだりしていますからゲームを所蔵したりそれを活用してみんなで楽しんだりすることは可能のようですまた教養の面でも ユーーロゲームはそれぞれぞ独自のパッケージを持っていると学びましたパッケージの中には「枯山水」や「マンダラのように和の心を学べたり「イスタンブール」や「スコットランド・ヤード」のように外国の文化に触れられたりするものもあります。もちろん架空の世界について知識を深めることも想像力や教養につながります。 囲碁や将棋といった伝統ゲームの言葉がダメや大手といった感じで日常生活にまで入り込んできているようにユーロゲームと教養も結びつきが強いと言えるでしょうそして調査研究の面ではゲームという遊びとは一見結びつかないようにも思えますしかし簡単な言葉で言えば調べ物や 勉強とということです最近は調べ学習やアクティブラーニング体験型の学習が効果が高いことは広く知られているでしょう。ユーロゲームで他人とコミュニケーション取引や交渉をしたり自分の手持ちのリソースをどのように活用するか頭をひねったり時には運によって相手に負けて悔しかったりする体験は調査研究調べ物や勉強にも 大いに役に立つと言えるのではないでしょうかというわけで図書館法に掲げられた図書館の目的とユーロゲームとは意外にもしっかりと結びついていると考えられますただ各図書館で状況は様々ですどんなに良い本でもうちの図書館には合わないなということはあります 例えば名著だけど字がすごく細かいので高齢者の多いうちでは困るなぁなどです。そのためユーロゲームが必要かどうかも各図書館ごとに考えることになり一律にではありません。さてそれではユーロゲームをどのように図書館で活用しましょうかまず考えられるのはイベントとして取り入れることです。 読書会や上映会を実施するのと同じようにゲームの会を実施するわけです。ユーロゲームはコミュニケーションを促進する性質が強いと学びましたから人を集めその人たちが楽しむことに適していると言えます。そしてただ集まるだけでなく「枯山水」というゲームだから 図書館の本も読んでわびさびの心に触れてみようとかタイムラインという物事を時系列順に並べるゲームだから百科事典で確認してみようとかいった形で本や雑誌など今ある図書館資料の利用につなげることもできます。自分たちだけでゲームを揃えたりルールを説明したりすることが難しい場合には 地元の団体などと協力することもできますそれによってその団体も図書館の魅力に気づいてくれるかもしれませんこちらは気仙沼元吉の公民館で見かけた人狼ゲームのチラシです人狼は途中で脱落することがあるので厳密にユーロゲーム化はさておき宮城県でもゲームをイベントとして活用している事例がわかります 一方図書館資料として所蔵することはどうでしょうかイベントは職員の私物で行ったり先ほど見たように外部団体と協力したりすることもできますが図書や雑誌を所蔵するのと同様役に立つならば長期的に所蔵しても良いわけですこのご時世にはイベントで人を集めるより貸し出しをして各自の家で 楽しんでもらった方が良い場合もあるかもしれません南相馬市では将棋やチェスにこのようにバーコードをつけ貸し出しを行っていました九州の大津図書館ではたくさんのゲームを所蔵しているようです図書その他必要な資料を…と図書館法にも書かれているのでした ただ南相馬の箱にもよく見るとコマ何個と書いてありますが本などと違ってたくさんのパーツがあるので管理はちょっと大変かもしれません返却されたとき全部揃っているか見ないといけないなどですもっとも図書や雑誌でも付録がついているものはあります全く未知のことというわけではないでしょうまた。 図書館では単に本を並べておくだけではなく調べ方案内や相談もできますゲームについて相談を受けた場合どうしようということもちょっと考えておいた方が良いかもしれませんまあ要所が並んでいるからといって図書館員が全員英語の本を完全に読めるわけではなく説明できないから全くダメだと諦める必要はないと思います アメリカのニューヨーク公共図書館ではネクタイやバッグを貸し出ししているそうですこれは貧富の差が激しく身なりを整えることが難しい人でも就職の面接に行くことができるようにだそうですこれは少し極端な例かもしれませんが図書館はそもそもそのように本などを買う余裕のない人でも資料つまり 情報に触れるることがでできる場所ですお金持ちだけが情報に接することができるのでは基本的人権である知る自由が保障されているとは言えません図書館が資料をそろえ無料で提供することで住民の知る自由を平等に保障するわけですまたただ本棚にあればよいというわけではなく うまく探すことができないといったことも格差ですから提供の方法も図書館で工夫していく必要がありますということはゲームも同じようにお金のある人また都会に住んでいてゲーム会が近くのあちこちで開かれている人だけが体験できるのでは平等ではないと言えます つまり文化的体験ができるということは知る自由を保障する機関である図書館の大切な役割だと考えられます。もちろん美術館や博物館、スポーツ施設なども大切です。このような面からゲームの所蔵を考えることも必要ではないでしょうか。さて、 ここはちょっと公共図書館とは違う話かもしれませんが保存もしたいなぁということを述べます。コマなどがなくなりやすいので貸し出す時は注意しようとは言いましたがそれ以前に公共図書館の資料は基本的に入れ替わるものです。別にユーロゲームのコマが書けやすいからではなく本であれ雑誌であれ 基本的には新しい資料が来れば順次役目を終えていきます。中には地元の情報など長く保存するものもありますが一般的には古くなれば読まれることも減りますし全部置いておくスペースはないためです。さてその状況で20年前にはどんなボードゲームが流行っていたんだろうと思った時どうすればよいでしょうか 本などなら国会図書館に納本され永久保存されるのでちゃんと納本されていれば20年前のでも100年前のでも読むことができます。がユーロゲームなどのボードゲームは今のところ納本の対象ではなく国会図書館にあるよという安心感は得られません。ファミコンやプレステといったコンピューターゲームのソフトは対象になっていますが。 そうした状況なのでアナログゲームミュージアムを作ろうとかゲームを保存しようとかの団体があったりしますこれらの活動も大切ですただ国会図書館の納本制度は国立国会図書館法で決まっています納本するのは図書、小冊子 雑誌や新聞など蓄積観光物といったものでコンピューターゲームのソフトが納本されるのは旧電子的方法などでプログラムを記録したものにあたるからですここにコンピューターだけでなくユーロゲームやボードゲームを定義し加えることができれば文化を保存する上で有益であると思いますまあ各市町村の図書館などではゲームであれ 本や雑誌であれ利用することがまずは大切ですからちょっと余談でした一方保存とも関係しますが目録は公共図書館でも大切です本なら選書リストとか書評をする雑誌や新聞何々大賞などがたくさんあり 図書館でどの本を買ったら良いだろうと選ぶことが比較的簡単ですもちろん良い本かどうかに加えて自分の図書館で必要かどうか考えることも大切なので機械的に選ぶことはできませんがしかしゲームの場合そうした情報があまりありません松山高校でああっていうゲームなどを遊んでいたのは お茶会に適した楽しいゲームだと思われるということを最初に見ましたなので松山高校でゲームを選んだ学校師匠の人は知識があるのだと思いますがうちでもやってみたいなと思った場合なかなか大変です選択が個々人の素養にかかってしまうというのでは組織として持続可能でないのでゲームが普及する中で 選ぶための基準などもできてくると良いですねとはいえ最近は TRC 図書館流通センターでも本や雑誌だけでなくボードゲームも取り扱うようになったようですまた家電量販店でもこのようにたくさんのゲームが売られていました図書館に入手するためのハードル自体は下がっていると言えるでしょう 今のところは、すでに所蔵している図書館がどんなゲームを選んだのか、イベントをした図書館がどんなゲームで遊んだのかといったことを調べることが有益でしょう。先ほど九州の大津図書館を見ましたが、北海道の中札内村でもリストを公開しています。将来的には 本ならタイトルや著者名出版社やページ数などを記録するような目録の規則、ルールーがあるとと良いと思われます。ボードゲームの場合にはページ数はありませんのでコマの数とかか。種類などでしょうかそしてそれだけではなく遊び方や対象年齢遊ぶ時間などが分かると現物がなくても選びやすくなるのではないでしょうか。 うちの図書館でもここらでちょっと長いゲームも買ってみようかとか子供向けのゲームをもっと充実させようとかですねなお図書館の本や雑誌は基本的に皆さんが本屋で買うのと同じ値段で買っていますが DVD は多くの人に貸し出すなら売上が減ってしまうので保証してくれということなのか図書館では 高額で買っていますなので紛失したりすると弁償が大変です。とそれはさておきボードゲームはこの両者で言うと本や雑誌と同じで TRC などでも個人に売るのと同じ値段になっています図書館だけでなくボードゲームを遊べるカフェなどで買うときも同じです。 ゲームの作者からすれば販売数が減るデメリットより遊ぶ人口が増えて次のゲームをもっと買ってくれるかもしれないと思っているのでしょうか将来的にはこのあたりも考えた方が良いかもしれませんし作者や業界への敬意は大切ですもちろんこれは本でも雑誌でも音楽でも同じことですが それではままとめてみましょう図書館の資料には本だけではなくさまざまなものが含まれます。ですからユーロゲームを資料とすることも図書館の目的に沿うならありではないでしょうか。そして図書館の目的であるレクリエーションや教養調査研究といったものにゲームは案外馴染むと言えるのでした。 また知る自由を保証する機関である図書館にとって文化的体験ゲームに触れることを保証することも役割の一つであるとも考えられますこれらの理由から必要な場合には図書館の資料としてゲームを所蔵することができると言えますもちろん必要な場合にはということですが 皆さんの地元の図書館ではどうでしょうかあと、ゲームの保存も国会図書館などに考えてほしいですが、道半ばです。本などと同様、作者や業界にも配慮し、長くゲームを楽しめるようにしたいですね。例によって、ショーの終わりのコラムです。 モノポリーというゲームは皆さんも名前を聞いたことがあるのではないでしょうかモノポリーとは英語で独占という意味で文字通り資産を独占することを目指すゲームですモノポリーという名前で発表される前にも似たようなゲームがあると言われていますがいずれにしても現代ユーロゲームよりも前から遊ばれています スゴロクのようにサイコロで盤面を進みますが、運任せではなく、止まったマスでどういう行動をするか、他人と交渉して利益を得られるか、といった技術の要素があります。世界大会もあるそうです。ユーロゲームには含まれないかもしれませんが、ゲームの歴史の中で、 重要なマイルストーンだと言えるでしょう第4章でははじめにの松山久慈に続き各地の事例を見てみましょう意外とたくさんの図書館がゲームを取り入れていることがわかりますまずは山梨県にある山中湖 情報創造館という施設です国内では比較的早い段階からユーロゲームなどの活用に取り組んできましたゲームを借りて館内で遊ぶことができ対象年齢や所要時間が様々な作品があるようです図書館資料としている一方貸し出すとパーツがなくなったりするかもしれないという部分には 館内利用にすることで対応していると考えられます本でも調べ物のための辞典などは借りられないことがありますのでゲーム固有の条件というわけではありませんまた個々人が館内で遊ぶだけでなくイベントとしてボードゲームの日も設けているようですそうすればゲーム好きが集まりやすくなりますね 次に見るのは熊本にある大津図書館ですゲームを館内で遊ぶだけでなくこちらは館外に貸し出すことも行っているようです第3章でも大津図書館のゲームのリストを見ました気になる方はスライドを PDF にしたものから確認するとよいでしょうそして 大津図書館で興味深いのは、図書館ゲーム部というものです。小学生から高校生ぐらいの若い世代を対象とするボランティアグループが、図書館とゲームを結びつけているようです。職員だけではルールを説明できないといった場合もありますから、若い人たちの柔軟な頭に手伝ってもらうことはとても有益です。 もちろんそうして若い人が図書館に来るようになればゲーム以外の資料もより活発に利用されるようになるでしょう。今度は大規模な自治体大阪不立図書館です。ここでも図書館でボードゲームをする日が設けられているようです。 そして大阪府ともなれば出版社やゲームを開発販売する企業の本社や拠点もたくさんありますそうした企業と連携することでよりイベントを活発にする努力をしているようですゲーム業界の有名人に話を聞くことができたりすれば知識を深めるという図書館の目的の一つからも興味深いと言えるでしょう 同じく都道府県レベルでは、福岡県立図書館の事例も興味深いものです。ボードゲームイベントを行うあたりは、これまでの自治体とも共通しますが、ゲームを所蔵し、市町村図書館や学校に貸し出しをしているようです。宮城県図書館も本などの資料を市町村図書館に貸し出したり、 学サポといって調べ学習に役に立つ本のセットを学校に送ったりしていますそうした形で市町村をサポートすることは都道府県図書館の大切な役割だからです図書館の図書館と言ったりもしますそのサポートの役割を果たすために本や視聴覚資料だけでなくゲームも県図書館が所蔵するという挑戦は 有意義なのではないでしょうかまた九州に関係するデジタルゲーム関係のイベントも実施しているようですこれについては後でまた見てみましょうさて市町村都道府県それぞれの例を見たところで海外にも目を転じてみましょうアメリカ合衆国では アメリカ図書館協会主導でインターナショナルゲームウィークという図書館とゲームを結びつける週が設定されています2021年は11月7日から13日であったようですインターナショナルという通りアメリカ主導とはいえ世界的にもゲームを取り入れるきっかけとなっているようで日本の図書館も参加している例があります さっきまで見たゲームをする日といったものはこれに連動していることが多いようですこのようにアメリカで活動が活発である背景にはチェスなど19世紀から図書館とゲームの関係があるためと言われています現代ユーロゲームが広まる以前からそれぞれの時代のゲームを図書館に取り入れていたわけです 現代では70%以上の図書館が何らかの方法でゲームをサポートしていると言われていますなおゲーム習慣のロゴを見ても分かるようにボードゲームだけでなくデジタルゲームも重要とされているようです経済的な理由などでゲームを買えない利用者も大切だということでしょう北欧諸国 スウェーデンやフィンランドなどでもゲームと図書館の関わりは密接です。ボードゲームの貸し出しや館内利用だけではなく、デジタルゲームも貸し出したり、館内で遊んだりできるようです。日本の図書館でも音楽 CD や映画の DVD は借りていくことも、館内の機器を使って視聴することもできます。 それと同じと考えられているようですこちらも経済的に余裕のない人でもゲームを遊ぶことができるようにという考えがベースにあるようです例によってショーの最後はコラムですディプロマシーという20世紀半ばに発表されたゲームがあります 20世紀初頭の列強イギリスフランスドイツイタリアオーストリアロシアトルコをそれぞれプレイヤーが担当し外交を行っていきます本気で終わりまでやると何日もかかりなかなか最後まで遊んだ人は少ないようですそのように長く途中で国が滅亡してしまったらその後やることがないという点で 脱落が少なく短いユーロゲームとは少し違うことがわかります各国が行動を決めて同時に発表するので外交では調子の良いことを言っていても蓋を開けてみたら全然違うことをしてきたということがよく起こります友情破壊ゲームと言われたり言われなかったり 昔は郵便でやりとりをして各ターンの最後に視界に行動を送信したり今ではオンラインで同じようにしたりして本当の外交のように顔を合わせず遊ぶこともできますなかなかいろいろな意味で重たいゲームですが国内外の大学で本当の外交や国際関係を学ぶ教材になっていたりもします機会があれば一度触れてみても良いかもしれません 第5章では、ユーロゲーム以外のゲームと図書館との関わりについて見ていきます。コンピューターゲームなど、いろいろな種類のゲームがあるので、そうしたものも図書館で活用されていることがあります。まずは TRPG、テーブルトークロールプレイングゲームについて見てみましょう。コンピューターで遊ぶ RPG は、 おおむね一人のプレイヤーが複数のキャラクターを操作しコンピューターが処理する世界を冒険しますプレイヤーが舞台やチームを動かすウォーゲームから個人を動かすようになったのでしたしかし実はウォーゲームとコンピューター RPG の間には複数名のプレイヤーがそれぞれのキャラクターを演じコンピューターではなく 一人の司会進行役がキャラクターの遭遇する状況や敵を描写するテーブルトーク RPG という遊びがありますすれ違えない細い吊り橋をどうにか相手より先に渡ろうとする二人の人のやり取りをその場で演じる即興演劇や職場で火事が起きたクレーマーが来たといった状況を設定して対応を考える ロールプレイ研修を知っている人は多いと思いますそうしたものにゲームですからルールの裏付けがついたものだと言えます例えば吊り橋を渡ろうとして相手を突き落としますひどいやつですけどもといった時に本当に突き落とすのではなく成功するかどうかキャラクターの能力とサイコロで決定するわけです キャラクターたちがどんな世界にいるのか、どんなトラブルを解決するのか考えるために図書館の資料を活用することができます。小説の筋書きを参考にしたり、例えば畑に熊が出てきて困っているというシナリオを作りたいなら、熊の生態を調べたりといった感じです。また、ルールや世界設定を示したルールブック、司会進行の手引きのような本を、 図書館が所蔵するることもできるできしょう司会になりたい人がそれを借りていくというわけです事例としては大阪市の司書さんによってシナリオ作成のヒントになる本のブックトークというものが行われましたホラーもののシナリオを作るために事件や犯罪について調べたり リアリティを出すために演じる時代のファッションや文化について調べたりできると説明されています。こうした工夫であれば、新しく資料を買い揃えなくても、今ある図書館資料をゲームと結びつけることができます。また、片城という TRPG の有名なシナリオをもとに、長野、福岡、熊本など、 各地の図書館が展示を実施した例もあります先ほど即興演劇にも近いと言ったように舞台で演じられたりもしているので舞台美術や映像と結びつける哲学や心理学と結びつけるなどそれぞれの切り口で行われています。こちらも通常の展示と同じく今ある資料を新しい切り口で紹介する取り組みです。 もっと詳しく知りたい方は単語で検索したり PDF からリンクをたどったりしてみてくださいまた学校図書館でも TRPG を取り入れようという動きがあるようですうまく説明ができなかったり障害があったりする子どもでも架空の世界でキャラクターを演じることで想像力を羽ばたかせることができるのです 図書館だけでなく教師個々人の努力も必要になってくると思われますがこうした事例もあるわけですなおシナリオを作るための参考やルールブック以外に TRPG という新しい遊びを作り上げた人の伝記なども本ですから図書館資料となり得ます日本図書館協会の図書館員のおすすめ本というコーナーでそんな本が紹介されました って紹介したのは私ですけども、しかし私がやろうとしても没にされればおしまいですから、日本図書館協会の編集委員会としても TRPG に注目しているとみなすことはできるのではないでしょうか。図書館雑誌という雑誌で読むだけではなく、オンラインでも全文が閲覧できます。さて、TRPG の次は脱出ゲームなどです。 脱出ゲームというと、部屋の中のあちこちに謎が隠されていて、それを解いて脱出することを目指すゲームです。コンピューターの画面上で遊べるものもありますが、普通は、そして図書館に取り入れるときにも、実際に体を動かして室内を探検するタイプのものとなるでしょう。脱出ゲームは多くの人に知られているので、 謎をを解く部屋を図書館にしてみるとということが考えられます図書館に関係のある謎であれば体を動かして探検しながら自然と図書館の本の並び方や役割を学ぶことができるわけです。また実際に体を動かしてロールプレイをする LARP というゲームの種類もあります。 こちらも図書館を舞台にして事件を解決するために古い資料を探しに来た探偵とか文明が滅びてしまった世界で復興のための工業や物理学の資料を探す探検家といった役割を演じることができるかもしれません事例としては東京の図書館が脱出ゲームを実施し 多くの図書館での本の並び方である日本実新聞類法を使った謎などを提示した例があります館内を探し回りかつ図書館に関係する謎であることがわかりますまた脱出とはちょっと違いますが大阪の図書館が自動書での謎解き企画を実施した例もあります SDGs など 現代に重要なテーマとゲームを結びつけているようですラ a プの方は提案するページがありましたこうしたページを見て雰囲気ややりたいことを把握すると自分たちでも取り入れてみようかなという気になるのではないでしょうかさて現代でゲームというと コンピューータでで遊ぶもものを連想する人も多いでしょうゲーム機で遊ぶものパソコンで遊ぶものなどがあります4章でアメリカや北欧の例を見たように欧米諸国では多くの図書館で所蔵されています館内で遊ぶこと貸し出すこと両方があります経済的な理由などでゲームを購入できない場合であっても文化的体験をすることができるため という考え方があるのでした一方日本では皆さんも周囲の図書館を思い浮かべれば分かるとおりなかなか所蔵しているところは見当たりません。国会図書館には納本「作ったら1点送りましょう」という法律にはなっていますが「ゲーム機を送りましょう」とはなっておらず実際に遊ぶことが困難です。 国会図書館は資料を図書館の中で利用することになっており個人貸し出しもしていませんもちろん保存されていればゲーム機やエミュレーターで検証できますからあるのは良いことですが気軽に文化的体験をするのとは少々違いますまた最近はオンラインで提供されパソコンからログインして遊ぶゲームも多くあります こうしたものはカセットや DVD に保存されているわけではないのでサービスが終了してしまうと後から確認することが困難ですすでに終わってしまい困難どころか不可能というタイトルも多々あるでしょうこれらについても課題であると言えますなお資料とは違いますが RPG で図書館案内を作る例はあります RPG は キャラクターが画面の中のお城や街を歩き回るのでその舞台を図書館にしてみるわけですコンピューターゲームの感覚で図書館の配置などを覚えることができます日本では図書館資料としている例はパッドは見つかりませんがイベントに活用する例は見られます福岡県立図書館が 猛虎襲来を扱った人気ゲームを取り上げた特集をしたり中国地方の図書館が稲を育てるこれまた人気ゲームに関連する特集を行ったりですゲームを題材にすることで普段はなかなか図書館に目を向けようと思わない層にもアピールすることが期待されますまた RPG で図書館を探検する例は 大学の図書館が提供していますまあ大学図書館なので学生でなければ実際には入れないと思いますがゲームを遊ぶのは自由ですどんな大学図書館なのかまた説明をするためにどんな工夫をしているのか見てみるのも面白いのではないでしょうかあとトレーディングカードゲームというカテゴリーもあります。 囲碁や将棋などの伝統ゲーム、さまざまなユーロゲーム、またコンピューターゲームも、基本的には1セットを買えば遊ぶことができます。が、こちらは大量のカードがあり、1セットで揃うことはありません。しかもパックに入っているのはランダムであり、欲しいカードを他の人とトレード、交換したりします。マジック・ザ・ギャザリングとか、遊戯王、 といったタイトルがあり図書館のフリースペースで子供たちがカードゲームをしているなぁと思ったらこれらであることがありますというわけで人気と知名度はあると思うのですがたくさん買う必要があるためか図書館資料にしたりイベントで取り上げられたりという例は私の知る限りではあまり思い当たりませんしかし遊んでいる人は多いということでひとまず言及しておきます それではままとめてみましょうコンピューターゲームなど多様なゲームはその知名度を生かし関係する資料を紹介する図書館のイベントに取り入れる例が見られました地元に関係するデジタルゲームから図書館を舞台にした脱出ゲーム資料を使って TRPG のシナリオを作ろうというブックトークまで様々でした 一方、海外では多くの図書館がコンピューターゲームを資料にしているように、日本でも資料にすることも考えられます。ボードゲームをイベントに使うか、資料にするか、両方の可能性があることと共通しますね。特に TRPG のルールブックなどは、本という形ですし、すでに所蔵している図書館も比較的多いようです。 しかしそうした場合にはゲーム機はどうするのか遊ぶ場所を用意するのかなど活用まで考えていく必要があるでしょう資料と利用者をつなぐのが図書館の役割ですそれは知る自由を保障することにつながりますこうした多様なゲームと住民をつなぐことも考えていく必要があるでしょう さてて例によってコラムですユーロゲームは1990年代から普及したと述べましたがそのきっかけとなったのがこの「カタン」というゲームだと言われています34人のプレイヤーが無人島を開拓することをモチーフにしたユーロゲームですサイコロを振ってそれに対応した資源が出てくるというランダム性 どの資源が出そうな場所に建物を建てたり道を引いたりするかといった戦略他のプレイヤーと資源を交換できる交渉というユーロゲームに大切な要素がバランスよく詰まっています世界大会もあり日本代表も出場しているようですこのような六角形のタイルを配置して開拓する無人島が形成されます それでは第6章終わりにです各地の図書館でゲームを行う風景がもっと広まっていくのでしょうかまず図書館にあるのは図書だけではなく雑誌や新聞 CD や DVD などの視聴覚資料障害者のための展示や録音図書 デジタル情報なども図書館資料と呼ばれます。そのため必要であればユーロゲーム、またコンピューターゲームなども図書館資料とすることは不思議ではありません。では必要なのかということですが、まずゲームの人気を生かしてイベントに活用することが考えられます。上映会や講演会と同じく、 ゲームの解をすすわけですただ人を呼ぶだけではなく今ある図書館資料と結びつける形式展示や説明があればより望ましいでしょうまたゲームは図書館法に定められたレクリエーション調査研究教養といった図書館の目的に沿うものです楽しいのは言うまでもありませんし 遊びながら交渉やリソースマネジメントといったことを体験学習することもできるかもしれませんそのため図書館資料として長期的に所蔵することも可能であると言えます図書館とゲームは結びつくと言えるのではないでしょうか図書館は資料を提供し 住民の知るる自由を保障すす機関ですお金持ちでも貧しい人でも図書館を使えば情報に接することができるわけですその一つとしてゲームも考えることができます都会でも地方でも財産が多くても少なくてもゲームに触れることができるべきです知る自由文化的体験を 保証することとして図書館とゲームを考えることができるのではないでしょうかそうすればよりたくさんの利用者の笑顔が見られるかもしれません終わりにで今更なのですがコラムはありますユーロゲームユーロゲームと言ってきましたが現代では地理的な制約はなく 日本で作られたものも多いのですというわけでお姫様にラブレターを渡したいというゲームを紹介してみます最初の版ではこのように本当のラブレターのような封筒に入っていました人気があるのでその後も何度も発行されており形はそれぞれ違ってきていますがラブレター型封筒に収まるように少ないカード枚数ですが 奥深く興味深いゲームですロストレガシーやシークレットムーンといった派生作品おそ松さんとかラブクラフト宝石の国など有名な作品とコラボレーションしたバリエーションもあります日本でもいろいろなユーロゲームが作られている良い例として最後に取り上げてみました参考文献はこれらです 図書館とゲームについて、日本図書館協会や情報科学技術協会、大学などでも考えられていることがわかります。皆様も近くの図書館にゲームがあるかなぁと調べてみたり、ゲームを遊んでみたりすると良いのではないでしょうか。それではここまで一緒に考えを深めていただき、どうもありがとうございました。